はい、G-BOYS TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。G-BOYS でーす。はい、見ての通りね、僕はね、ジェフ、ユナイテッド千葉サポーターなんですけれども、なんちゃって、実はエスパルスサポーターなんですけれども、はい、今日もね、よろしくお願いします。はい、そして、はい、いちご姫でーす。はい、よろしくお願いします。また今日ずいぶんおしゃれな服着てるけど、それどこのブランドの服？これは、Forever 21。あ、センチュリー21っていう、ね、いいところで、サンクリッチサポーターの人ですか？あ、はい、そうです。いや、実は、清水エスパルスサポーターです。はい、二人でね、エスパルスサポーターやってるんですけれども、本日はですね、Jリーグ好きな方だったら多分ね、好きな企画だと思うんですけれども、相手サポーターを黙らせるちゃんとっていうのをね、今日はやっていきたいと思います。じゃあまず俺からいい？うん、俺からで言うと、まあ、サポーターも迫力すごいんだけど、ガンバ大阪の、ね、大阪スタイルっていうちゃんと。いいね、じゃあちょっと歌ってみて。青黒大阪だっけ。青黒大阪。まだね、僕ね、大阪のアウェイに行ったことないんですよ、アウェイに。で、ホームではガンバーのね、サポーターの方たくさん来て、ね、このチャントを歌った時にもすっげえなーと思って、あんまりの迫力に、もうこっちのサポーターも、もう試合始まる前って、さて、やりますかみたいに、こう、ゴルラだとまあ立ち上がるじゃないですか。で、相手を見て、おー、来たな、来た来たと思って、さて、やりますかっていう時に、あー、クローってくると、よし、一旦座ろうかと思って、座っちゃうもんね。ぐらい迫力ありますね、ガンバ。はい。なんかある？ベガルタ仙台の、トゥワイステッドっていうやつ。ああ、はい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 。ちょっと呼ぶ方間違ってたらすいませんなんだけど。はい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 。いいよね。ベガルタもすごい。うん。ベガルタ仙台の人たちって、声量あるんですよね、とにかく。で、まだ仙台もアウェイ行ったことないですけど、アウェイの、まあ、ラゾーンなんかで見ると、あのスタジアムね、声が反響とか、すごいから、ベガルタの、独特のなんか、ゴールド配置みたいなのあるじゃないですか。そうそうそう、真裏っていうよりは、なんか、ね、あっちの方より、コーナーフラグよりっていうか、もうあの辺がね、なんかすごい感じなんですけど、まあ、迫力がすごい。あと楽しそうだよね。楽しそう。なんか仙台って聞くと、まあ、イメージで言うとちゃんとはロックっていう感じ、かっこいいですね。仙台さんね、大好きです、はい。で、まあ、なんと言っても僕が迫力あるなと思うのやっぱね、浦和レッズなんですよね。レッズどれも迫力すごいんですけど、まあ、ちゃんとっていう部分で言うと、歌え浦和ってある、愛するなら、あれさ、あれはすごい。さ、埼玉スタジアムで聞くとやばいよね。あ、まあ、すごいですよ、本当に。で、いつの間にか、向こうが歌ってると、つられちゃうんですよね。で、なんとなく最初は、歌え、浦和、みたいで、気づいたらもう飛び跳ねてます。浦和を愛するな。食べちゃう。つまみ出されてる。それ、つまみ出されるでしょ。そのぐらい浦和はすごいです、やっぱり。ある他。あとはまあ、松本。ああ、もう定番じゃないですか。新春松本フットボールです。新春松本のフットボール。フットボールだよ。あ、フットボール。いつもね、略すんですよ。間違えちゃうんですよね。で、ケチラセジェフ千葉のやつでしょ。そうそう。そろそろジェフのサポーターに怒られるぞ。清水って言われてたよ、この間。あ、言われて言われて。本当にケチラセジェフ。なんていうの、ちゃんととかを歌うときって、相手サポーターとかに、俺たちがどれだけこのクラブを愛してるんだよっていうのをアピールする場だと僕思ってるんですよ。それを松本山雅とかはもうダイレクトにね、もう伝えてきてくれる。こんだけ山雅のこと好きなんだよっていうのが、ああ、もう分かった分かった、もう伝わったよ。伝わりすぎてるよっていうぐらい、もう伝わってくる。本当に愛してるんだなっていうの。
そしてやっぱかっこいいですね。はい。で、すると俺はあとあのサンフレッチェ広島。あ、サンフレッチェ。サンフレッチェ佐賀のなんだっけあれ広島。ああ。あれあれ広島あれあれがなんでかっこいいかっていうと、今までねそんなに意識ってねしたこともなかったんですよ、そのちゃんと、うん、ない。だけどあのクラブワールドカップ2012年かな、うん、のその舞台でもうどっかのビッグクラブ相手にあのそのちゃんとがスタジアム中に響き渡ったのね。確か日本開催で、その時にあれあれってなってて、もう俺はまあもちろんね J リーグ代表だから応援してるんだけど、いつの間にか口ずさんでて覚えて、うん、もう一緒に歌ってた。よく歌ってるよね、お風呂とかでも。いや、そうそうそう、うん、サンフレッチェのそのあれ広島がめちゃくちゃ好きになった、うん、で、まあ日本人として誇らしいっていうか、うんうん、もうね、向こうのサポーターにも世界中にそのチャントが聞かれたわけじゃない、うん、それがすごいなと思って、まあそれですね。じゃあ他なんかある？あとね、マリノス。あ、マリノス、はいはい、民衆の歌。あー、はい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 、かっこいい。あの試合始まるちょっと前っていうか、そう同時ぐらいに歌うような、そうあれすごいね。いあれさ、マリノス行った時になんていうの、聖歌隊の人っていうかみたいな、その時いたんだよね。要はその人たちが、まあ、歌ってマリノスサポーターも一緒に歌うみたいな。でマリノスのね、あんまり聞きたくないんだけどすげえなって思うのが、あの傘回すのあれアイスタでやりすぎだからね、マリノスサポーターの勝った後こっち落ち込んだよね、ここで負けて落ち込んでる時に傘ぐる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 あれちょっとね、うん、いいんだけど、うん、エスパルスさんごめんなさいってみんなで言ってから回して誰誰誰誰誰ってやった方がいいぞ。もう僕に文句言うのはなしですからね僕の意見じゃないですからね、これ、うん、エスパルスの意見、エスパルスはまたみんなの意見、みんなの意見かもしれないけど僕は関係ない僕はやっぱマリノスさんね大好きですからねマリノスさんかっこいいじゃないですか、はい、味方ですよ僕は。はい、ということで、俺は、やっぱなんといっても名古屋グランパス。名古屋って、どのちゃんとも迫力あるんだけど、あ、なんだっけ、ラ・マルセイエーズ。っていう曲です。これね、何がかっこいいかっていうと、名古屋も、人数結構多いじゃないですか。で、声の迫力もあるっていうとこからね、名古屋って、まあ、どれも、うんうん、どのちゃんとも迫力あるんだけど、感じ的には浦和レッズに似た感じ、圧倒されるっていうか、うん、名古屋もね、ほんと熱いんだよ、うん、だから、うん、名古屋かっこいいし、うん、だからまた名古屋のトヨタスタジアム行きたいっすねめっちゃ楽しみにしてるよ、ね、うん、で、あとはあとは、アルビレックス新潟の、愛してる新潟。はい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 。あれはすごいね、うん。だってアルビレックスサポーターもさ、すごい時だと4万人とか超えるじゃん。すごいよね。うん、めっちゃ来るよね。めっちゃ来るし、だアウェーにもすごい人数来るじゃないですか。そうで、多分ね、ゴールラだけじゃないと思うんだよね。あんだけの声量で。まあ、だもうバックスタンドもメインスタンドももうみんなで、うん、愛してる新潟って歌ってると思うんだけど、あれも、楽しんでる感がすんごい伝わってくるし。ビッグスワン行きたい。ビッグスワン行きたいね。うん。新潟でだ、早くもう J1 にね、帰ってきてほしいね。ほんと、うん、新潟がいない J1 なんてね、ご飯ですよがないご飯ぐらい味気ないんですよ新潟がいないとやっぱ J1 盛り上がんないんですよ本当早くね、もう来年一緒にね、もう戦いましょう。本当はい、そして、 あとはコンサドーレの、あとスティング、
池札幌でしょの時がもう一番すごくない。で、一もうコルビだから、イケサはコロナ後の、もう何千人何万人っていう人の、もうイケサはコロがやばい。あれはかっこいい。J リーグナンバーワンぐらいかっこいいかもしれない。もう迫力がやっぱすごい。でもね、もう言い続けるとまだまだあるんだよね。もうちゃんとって、ね、ちゃんとはもう本当好きなんで、もう J1、J2、J3、うんうん、あの関わらず好きなんで、うん、僕ね、YouTube でもめちゃめちゃ見るんですよ。めちゃめちゃ見るし、もういろんな人のね、ちゃんと集、見るよ、見ちゃうよね。見る。本当に楽しい。特に今は見るよ。だって今は見る。だってね、いけないし、ね、そう、行けないから、なんかもうでも見ると、スタジアムにいる感じで、そうめっちゃ楽しい。だからまあ今回これをまあ第一弾として、うんうん、またもっともっと、ね、僕たちが感じてるとか好きなちゃんとねもう皆さんに、うん、もう皆さんいっぱい知ってると思うけど、うんうん、僕たちがすごいって思うのをこれからもたくさん伝えていきたいんで、またねあのこのチャンネルが面白かったらあのチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、本日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。